私が思ってる大事なことはですね、一番大事なのは一つ。はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。見てください、こちら池辺ハウスで今日は動画を撮っていきたいと思います。こちらのハウスにあるイケベリアとかセンペルとか、すべて輸入をした苗になります。根がついてない状態で来ているものすべてなります。実際に私たちがですね、どのように管理をして発根させているかっていうのをですね、今回動画でまとめていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ、こんな感じで生産者のところで輸入苗が発根されて商品になっていくんだなっていうのがですね、見てわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は11月に海外から輸入をしてきたエケベリアとかハオルチアとかセンペルとか、たくさんの苗をですね輸入しました。こんな感じですね。こちらに実際に来た当初の写真を載せようと思うんですけども、今載ってるかと思うんですけども、こんな感じですね。箱に入ってるものがあったりとか、なんかね、今回私たちも初めて海外の輸入苗を買ったんですけども、なんか袋のね、なんかマックとかで、ね、ポテトとかハンバーグが入ってるような袋にですね、グザグザって入ってるものがあったりとか、結構ねひどい感じだったんですよね。まあ、そこの業者さんがそうだったのかもしれないんですけども、そんな感じですね。まあ、たくさん約1万本ぐらいですね、多肉植物のカット苗が今こちらに入って植え付けが完了している状態になります。私たちもメインがですね、ガーデニング用の苗をメインで作ってますので、実際ですね、今回こんな感じで私の考えに基づいて今回鉢上げをして今発根をやっている状態になりますので、もしエケベリアとかね、育てる生産者の方がいて、こうやった方がもっと早くなるよとかっていうですね、アドバイスがあればしてもらえたらとても嬉しいので、コメント欄にぜひよろしくお願いします。ではね、早速どんなものがあるかっていうところも含めて、どのように管理してるかっていうのをですね、実際に話をしていきたいと思います。ではですね、やっぱりこんなにあったらですね、まず見たいなと思われる方が多いかと思いますので、実際にぐるり見てみようと思います。園芸チャンネル、こんな感じですね。これが11月の25日にこちらポットの上にね置いたような状態になります。アフターグローっていうエケベリアの品種になります。感じね、いろいろこっちにはこんなような品種、奥にはブラック色の品種、ほんとたくさんのエケベリアがこんな感じであります。いろんな色がねあると見て飽きないですよね。結構するんですね、カット内でもね、買うとこにもよるかと思うんですけども、こんな感じですね、いろんなエケベリアの苗がたくさんあります。まだね株が張ってないのでちょっとボリューム感ないんですけども、おそらく3月ぐらいとかには通販でもできたらなと思ってますので、あとはですね市場出荷とかももちろん考えてますので、楽しみにね待ってもらえたら嬉しいなと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じでエケベリアで、ここでだいたい何インチなんだろう、こんな感じでたくさんあります。はい、次にねいろんなの買ったんですよね。こちら次に買ったのがこちらです。こちらハオルチアになります。ハオルチアもねいろんな品種があって面白いですよね。こんな感じでね、ちょっと見てもらうとこちらね分かるかと思うんですけども、ちょっとね傷んできているような状態です。ハオルチア基本的にはそこまで温度に強くないので、この鳥取県ね寒いんですよね。そんなにマイナス5度マイナス10度はいかないんですけども、やはりマイナスになったりとかしますので、やっぱりハオルチアは5度以上とかないとちょっと厳しいような状態になってるのかなっていうのはあります。実際ね見てみると、見てください、こんな感じで実際に見てみるとね、根っこはちょろちょろっと伸びてきてるので、多分問題はないのかなと思います。これで枯れちゃったらね怖いですよね。
ただね、この大きいのはまだ出てきてるんですけど、こちらちっちゃいのはね、まだまだね、もうちょっとこんな感じでハオルチアさんは、ね、出てきてないですよね。あとちょっとかっこいいのでこれも買っちゃったんですけども、こちらガステリアになります。見てください、これかっこよくないですか。ガステリアにもいろんな種類があるみたいで、ちょっとね、いろんな種類買ってみました。こんなちっちゃいガステリアもあれば、今回中ぐらいのガステリアですね。こんな感じでガステリアを買ったりもしています。これも、ね、まだ根っこは出てきてないですね。出てるのもね、ちょっと見たらあったりしてるんだけど、まだねないですね。でこちらがですね、アドロミックスというですね、多肉になります。こんな感じでいろんな多肉がね、エキュビリア以外にもね、ちょっといろいろたくさん買ってみました。こちらアイオ、言いにくい、アイオニウムですね。アイオニウムがこんな感じであったりとか、こちらクラッスラですね。クラッスラのいろんな品種を買ってみました。これね、クラッスラになります。で最後にあるのがこちらセンペルになります。こんな感じで、本当この状態だと見てわかんないんですけども、たくさんの品種を買ってみました。はい、こんな感じでね、いろんな品種を買ったんで、ぜひですね、販売するときにはまた告知したいとか、途中の生育経過なども、紹介できたらと思ってますので、ぜひ楽しみにしてもらえたらとても嬉しいです。じゃあ次のですね、実際に皆さんが知りたいと思う私の管理の仕方について話をしていきたいと思います。で今のね、せっかくなんで根っこの状態を、さっきハオルチアは見たんですけども、センベルとかも見ていきたいと思います。こちら見てください。こんな感じでね、ちょっとずつ根っこが出てきています。これもこんな感じでちょっとずつ根っこが出てきます。でエケビアの方も見ていきましょう。こちらエケビアの方も見てみると、はい、こんな感じね、根っこが出てきてると思います。下の葉っぱはね、枯れ込んできてはいるかと思うんですけども、出ています。まあ、出てないやつもね、たまにあって、ちょっとこれとかはね、多分もう傷んでしまっているかとは思うんですけど、あー、でもこれも見てください。ちょっとね、こんな感じで出てきています。多分これとかね、すごい今もう出てるだと思うんですけども、見てください。こんな感じでいい根っこが出てきていますね。じゃあね、ちょっとカメラをこう置いて話をしていきたいと思います。エケビアチャンネル、はい、こんな感じですね。実際にエケビリアとか、さっきセンペルとかのね、株を持って根っこはついてるかどうかを見てみたら、実際に出てたかと思うんですけども、実際にこちら11月25日にこちらポットにですね、植え付けというか、根がついてない状態なのでポンと置いて、その後どんな管理をしたかっていうのをですね、詳しく話をできたらと思います。もう実際にはですね、こちらまず大事なのが、私が思ってる大事なことはですね、一番大事なのは一つ、根が出るまでに基本的に水をたっぷりやらないというのが一番僕大事なのかなと思って、こういった多肉植物は管理をしています。それは何でかというと、多肉植物自体はイメージしてサボテンと同じように、こちら基本的に葉っぱにですね、水分を溜め込む植物、そういった特性があります。なので基本的には根っこがない状態でも結構ですね、普通の草花とかに比べると長持ちしたりします。そこでですね、根っこがついてないのにたくさん水をやってしまうと、結局根っこから植物は水分を吸うのがほとんどです。なのでずっとですね、根っこがない状態で土の中に水分がある状態が維持されちゃうので、土にくっついてる部分がですね、腐れが入ったりとかしやすくなるので、水やりをかなり控えて管理をしています。本当に晴れた日に本当に軽く、表面が濡れたか濡れてないかぐらいの水やりを1週間に1回とかやってるような状態で今まで管理をしています。冬の時期なのでそこまでね、日中気温が上がることはないので、こういったハウスの中で、ね、直射日光当たっても多肉植物丈夫なので枯れずに管理ができるかと思います。あとですね、実際にやったとしたらですね、まあ、今こんな感じで、根っこは出てきてはいるんですけども、こちら茎の部分が若干見えるように、実際来たカット苗から下の葉っぱを何枚か取って、ちょっとね見にくいんですけど、1ミリぐらいね
茎の部分が出てるかと思います。ここの茎が出てるか出てないかでも発酵のスピードは僕変わるかと思っているので、実際にカット内とか購入される場合はこの下の葉っぱを何枚かね、ちゃんとしっかり付け根から取るのが大事になりますので、こんな感じでブチッとブチッとね、途中から取ってしまうとこの葉っぱが腐れる原因になって株自体に風が移ったりしますので、ちゃんとこの茎元からしっかりペロッと取れるように、まず前処理として茎がね1ミリとか2ミリ見えるような状態で、あまり取りすぎてしまうと今度ね葉っぱがなくなっちゃうので、そんな感じでちょっと下の葉っぱをとか汚い葉っぱを取ってもらって、こんな感じでポンとポンとこんな感じで置いた状態で、今日12月16日なんですけども、こんな状態に今なっています。もう一つね、もう一つ大事なのがあります。それは置いているところの気温がとても大事になってくるかと思います。さっき、ハオルチアを見たら一番わかりやすいかな。エケベリアは比較的寒さに強いのでそこまで、ね、色褪せたりはしてないんですけども、こちらねハオルチアを見てもらうと、この品種がねもっとね全体が濃い緑でツヤツヤしてたんですね。まあ水やってないのもあるかと思うんですけども、それよりもこれは低温に当たってちょっとね株自体が締まってるか弱ってるような状態もあるのかなと思います。なので育てる品種にもよるかと思うんですけども、こちらハウスの中は基本的にはですね夜も10度以下にならないように暖房を焚いて管理をしていたりしています。なので、ね、実際にご家庭でされる場合は室内に、ね、置いてもらって管理すれば別に問題ないのかなと思いますので、まあ、こんな感じでね私たちみたいに生産するわけではないので、めちゃめちゃたくさん量を、ね、育てるわけではないと思いますので、自分ね増やしたいものとかをですね室内に持って帰って水を与えずにですね、日中は太陽の光が当たるような場所に置いてもらうと、まあ、10日から20日ぐらいしないうちに根っこがねちょろちょろ出てくるかと思います。でその間の管理は霧吹きなどでシューシューシューとですね、まあ、3日とか1週間に1回葉水を与える程度で、葉っぱの中心にね水たまりができないようにして管理をしてもらえたらいいのかなと。あと室内で置くときの注意点としたら、エアコンの真下とか風がすごくね強い風が当たるような場所に置いてしまうと、どうしても冬場で気温が低くても風で水分が取られてしまって乾燥して枯れてしまうっていうのがね、いくら多肉植物が水分を体内に持っているかといっても、そういった形で枯れてしまう可能性がありますので、エアコンの下などには絶対置かないように注意をしてもらえたらいいのかなと思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回は11月に私たちの農場に多肉植物を海外から輸入しました、その苗の紹介と、まだ現在進行形なんですけども根を出すですねやり方についての私なりのポイントを紹介してみました。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしてますので、チャンネル登録がまだで園芸ガーデニングが好きな方はぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。またこちらの多肉植物どこかで買えるようにしたいなと思ってますので、3月4月楽しみにして待ってもらえたら嬉しいです。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。